一周してんじゃん。近く行く。わあ、やっと来たか。2個はめれる。あ、あれでやっぱ交換できる。この赤い宝石は一番高額なんだね。オッケー。アレキサンドライト。あ、これ前にあったやつ落としたやつだ。これ取れんのか。よかったー。消えちゃうかと思った話進んだら。そうなってくると結局こっちで一周できるようなので、先に途中回収してしまいますか。ね。ねとか言って。誰に同意を求めてるんだ。あー、行き過ぎたー。戻れ戻れー。よし、立てと。息遣いが聞こえますよ。よいしょ。倒せないの？醤油道的なやつ。お宝とか隠れてないかな。言い方してんね。Yeah.
痛い痛い。キッチンナイフ。おいって。痛い。先行手榴弾もね、立派な攻撃アイテムですね。バカ野郎。ベカ。こういう使い方ができたの。こーい、これか。ベルベットブルー。お、ベルベットブルー。まだいっか。対策がちょっとガバになっちゃいそうだな。で、やったらは結局何を隠してたんだ？壁画の印があった地点。あ、なんかある。イエローハーブがある。あった。イエローハーブあるんだけど、漢字のハーブがないっていうね。使う道ね。敵はあらかた片付けられたのかな、俺。あれ、どこに来た？めちゃくちゃあるね、これ。あ、やべ、落ちちゃった。定期的に襲われる。なんかヒントあったか？なんかどっかにヒントみたいなのあったかな？あ、
待てよ。はい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 。はいはい。はい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 。あと一箇所どこだ？いや、一箇所しか知らんけど。なるほどな。ちゃんとヒントは、あるんだな。俺はそのヒントの一つをどこかで、見落としている。ようだ。なんで、ぶっちゃけあと消去法でなんとかなりそうな気もするけどね。あったー！あ、なるほど、わかったー。これ、これ、これ。よーし。最強者の首。悪趣味。あれ、それそうだな。セーブ入ってたぞ、ほら。バイバーイ。エイムがいつもだけど、よっしゃよっしゃ。てか緑マップ全然見なくね、最近。本当に心配だから、ちょっとスプレー使っちゃおう。あれ、音乗りが過ぎました。とりあえず OK。というわけで、結構こうチェックしたね。他に見るべき場所もないと。あれ、カメラ流せたら、もしかして飛距離変わってってるね。すげえ投げれんじゃねえよ。これすげえな。1個ぐらい罠ありそうじゃない、これ。
でこんな意味ありげな通路作ったんだろう。まるで金貸してただけになっちゃった。さて抜けました。そしたらこの辺なんかあるね。こんなとこいるな。おお、え？落ちてっけ。ブラックバス大入りませんが、入りましたが、ああここか、ここまだ用ないのでは。ね。うん。いけねえか。そしたら中央行ってみるか。ある。こっから上がるんだ。どこかしらからかは上がれるね。アレキサンドライトだ。通過。まだあるな。お。ウルトリンが、もともとね、オリジナル版だとこの銃好きだったんですけどね、今回どんな性能なんだろう。若干ね、なんか、使いづらそうな感じもちょっとするんだけど、まあ、せっかくだからね、使ってみようや。リロードが若干長そうだな。ユキ起きてー、ユキ起きてーな。でもできんだ、これ。OK。じゃ、今度は、こっち？この辺だ。お。ベルベットブルーだ。卵めちゃくちゃあるけど。集め放題じゃねえ、ここ。先いろいろ取っちゃうと、多分ね、フラグ出ちゃうと思うから、目的地には行かずに、行けるところを先に潰していくっていうのが、
いいんじゃないかなと勝手に思っていたりする。ここなんだ？ん？ここなんだ？ん？ここはなんだ？超洞窟の祠。あ、むしろここも目的地じゃねえか。ここは頭し。目的地でした。この浮いてる樽全部はさすがに狙いねえな。なるべく取るけど。こっちだな。おい。シャイ。俺は何の遊びをしてるんだ今。バイオハザードです。集落。そう。戻ってこれるなと思ってたのよ。いつかここに。あ。うん。はあるんだろうが、使いやすいとは言い難いな。ぶっちゃけね、初期ハンドガンがまだ今んとこ一番使いやすいかなとかってちょっと思ったりはする。攻撃力何本あんのこれ。 1.5。 あーでも攻撃力高いな。中段性能3。中段性能 2.8。 威力 5.6。 威力 2.5。 あーなんか別にそんなすげえ威力高いとかではないんだ。なるほどね。めちゃくちゃアイテムあるんだよな。あ、てかそっか、ここでもこれ、使えるのか。おぉ、新天地だな。に祭壇がある。五連真珠のバングル夏。え、なんかアイテム使用されてる。あ、できそう。鍵ないなの日記。娘が男児を産んですぐ死んだ。あれからちょうど3年。この子はすぐ大きくなり、そのうち狩りにもついてくるようになった。何にでも興味を持ち、いろんなことを知りたがる。目を離すとすぐいなくなるので、こちらは気が休まらない。二人で森を歩くときは決まって話をせがまれる。気泡的王の物語が特に気に入っているようだ。まだ小さいがこの子は利発だ。軽薄さの奥に鋭い観察の目を持っている。こんな境遇でなければ学者にでもなれたろうに。油断した。あの男の頭は、あの狼の頭は確かに打ち抜いたはずだ。それでも狼は動いた。
小屋には戻ってこられたが、傷口の周りが赤黒く腫れている。ああ、孫よ、そんな顔をするな。体が思うように動かない。頭の中で声がする。これは狂い病だ。この子を残して世を去ることになるとは、神よ、この子を守りください。はあ。おい。屋内が隠れ、鍵がないんだよね。そしたらこの扉の先行きますか。うちじゃねえや。さて何が出るのか。普通にそうだな。意外？求む巨大魚。湖に住む巨大な魚を取ってきてくれないか。魚の油ってのはいろいろ役に立つんだな。この写真を頼りに探してくれ。なんか小屋があるね。ランクアワスの売却。なるほど。とりあえず。え？やつら一体何を？君すぎやせんかい。鍵ゲッツー。あ。そして久々のグリーンハート。これだけ？鍵取れたのは良かったけど。これ綺麗。出た。まだいいのかい。出てこいや。
危ない。低いところで戦うくらいだったら登った方が安全だ。ほらな、今いたよな。金塊、あざすあざす。んで、まあちょっとね、結構長いことやっちゃったんで、一区切りにはしたいんですが、とりあえずそのランパーバスっていうのが気になるので、ここに行こう。小屋か。あ、あれだ、この辺だ。あ、え、でか。これだー、でけえ。4マスか。44ね。入った。あ、ねえもんな。よっしゃ、じゃあとりあえず今回は先に巣は進まず、ここいらでね、終わりにしておきましょう。探索メニューやっちゃったね。あれ、ここってなくない？よせ、ここだけ見まーす。あ、違う、ここ意味では。あの、なんか、プレートみたいなやつが、ちょっと足んなかったはず。だよね。どうだっけ？どうだっけ？あ、こっちだ。一流品ばかりなんだぜ。ウェルカム。売却で。これはもう使わなくなったってことか。お宝ガラクタ何でもござれた。その価値を決めるのは俺たちだけどな。これ、これ、超かな。でしょ。